このさいつ切れんのかなと思ってあの僕たまにやるんですよあのこいつ価値観面白いなってなるんですよ社会人3年目女性接待の場が苦手ですえ相手をもてなすことに慣れてないというのもあると思いますが常に評価されているような空気感し心ではないことに合う空気感が怖く時に気持ち悪いとさえもいますお酒を注いだり取り分けたいという気遣いも一度気持ち悪いともやった方が良いと気づいていてもできなくなってしまいますやはり接待の場でうまく立ち回らないとビジネスマンの活躍が難しいでしょうかえコミュニケーション今までむしろ得意な方だと思っていました と、多分、コミュニケーションが得意というのと、これをやるべきであるというルールに従うというのは別のことなんですよ。コミュニケーション能力が高いっていうのって、他の人がやらないこととか言わないこととかを言うので、結果として面白いよねとか楽しいよねという空気を作るということなので、取り分けをしなさい。このおじさんにお酒を注ぎなさい。 っていうルール通りに動くというのはコミュニケーション能力というわけではなく単にルール通りに動くという奴隷能力の話なんですよ。なので、あの、ま、それの通りやって好かれた方がいいよねという人はその通りやればいいと思うんですけど僕が今まで見てきた限りルール通りやってる奴隷で本当に好かれる人ってあんまり見たことないんですよ。あの、要は奴隷っていくらでもいるんですよ。あの、要はそのルール通りなんかおじさんにはあのお酒を注ぎとり分けもきちんと ってやってニコニコしてっていうのを場でやり続ける人っていうのはあなたがやらなくても他の誰かがやるんですよで偉い人に好かれるタイプってあのやたら偉そうな若者って偉い人に好かれる率結構高いんですよあの似たような自分に従うやつっていうのは誰を選んでもいいからまあ、大して出世しないんですけど若いやんちゃなやつを許容してる俺って 器ででかかいでしょって見せたがるやつとかあとはまあ純粋に歯向かっっててくるやつ面白い,っていうの、へ、こいつ面白いなっていうのがあって、ちょっとこいつの意見聞いてみようみたいな。要はみんなが同じこと言うんだったら、例えばじゃあ、黒と白どっちの色の方がおしゃれだと思うっていう時に、みんなが、いや、黒がいいっす、黒がいいっすっていうと、いや、それ白だと思うんですよっていう、のが一人いると、あ、こいつ価値観面白いなってなるんですよ。なので、実は少数派に所属した方が、偉い人は結構好きになるっていうパターンが ん あの、もちろん、みんなが選ぶものを選ぶっていう無難な人もいるんですけど、ただその、無難な人じゃなくて、その、えっと、クリエイティビティが高い人とか、他の人が出さない成果を出してる人って、他の人が言わないことやらないことをやる人の意見を聞きたがるみたいなのがあったりするので、ただコミュニケーション能力の高さを使って、とりわけもやるんだけど、偉いおっさんの頭を叩くっていうのを一回やってみてください。その、女の人が、社会人3年目で、いきなり偉いおっさんの頭を叩いた時に、 偉いおっさんって逆ギレをするか笑っていなすかの二択になるんですよ。で、25の小娘に対して怒るおっさんは周りから見たらこいつ器ちっちゃいなってなっちゃうんで、あの、おいおいやめてくれよみたいな笑いの方向にするっていう形でその場をいなすっていうのをやることが結構あるんですよ。なので普通やらないことをやってそこの器を選ぶっていうのは結構 うまくいくいんで,すよ、ね、で僕はあ、ね、れこれ意識してやってるわけじゃないんですよ。あの僕たまにやるんですよ。あの本当に純粋にこのさいつ切れんのかなと思っていじるっていうのをあのだ要は切れてもいいと思ってやるんですけどでもたまにやることがあってで結果的にそういう人と仲良くなるってことが結構僕あるんですよ。 切れたらお器ちっちゃいなーって思って終わりなんですけど、あの割と結構ね。おっさんほど頑張るんでなので、あのそういう器をあの調べるっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。はい、おじさんの頭触りたくない。えっとあのスリッパとかでもいいと思います。